さあ、OCK 4月戦ですね。肉モディファイドクラス TQ からスタートはですね、篠宮選手、邪魔なんですけど山口さん、2番手から菅原剛選手ですね。3番手に福島選手、篠宮選手と菅原剛選手。おっと、ここは無理しない、ちょっとアンダー気味なんでしょうか。さあ菅原選手が前に出た。このレイアウトもですね、今回のレースで最後という形でですね、レイアウト外が、おー、今のは惜しかったですね。さあ、トップ走行中はですね、菅原剛選手。さあ、斜めストレート、トップの菅原選手、ちょっとイン側に入って、コーナーのパイプを乗り上げましたけれども、1位と2位の差はほぼない。3位にはですね、鈴木守選手が来ております。おっと、篠宮選手がうまくリカバリー。トップは菅原剛選手、2位は篠宮選手、3位が鈴木守選手ですね。4位川俣選手、鈴木守選手がストレートの方に飛び出てしまった。その間に川俣選手が3位に上がる。さあ、トップの菅原選手はですね、アソシの B7、 かなりパーツを課金していると噂の B7 ですね。2位の篠宮選手は X-Ray XB2 2024、順位が入れ替わりましたね。さあ、残りがですね約2分。さあ、1位と2位の差はほとんどない。おー、わー、今のはしょうがないですね。でもね、さあ、3位の川松選手もですね、少し詰まってきました。菅原選手がミス、その間に川松選手が2位に上がりました。トップは篠宮選手。篠宮選手と川松選手の差はですね、2.5 秒というところでしょうか。まだ分かりませんね。ちょっと向かい風が吹いてきて、3連ジャンプも難しくなってきました。Okay.
さあ、今5分を経過してラストラップになります。2人1人交差上を通過してトップゴールは篠宮選手、2位が川又選手ですね。3位は菅原選手でした。おめでとうございます。